ここだ。過去この3年間で一番重い罪を犯した男だ。そんな奴がいるのか。セクハラ100件、おお、痴漢200件、あとなんかいろいろ100件すごい凶悪がこんなのいる。やばいな。刑事長官、おお、警察よくわかんないね、うん、長官で会ってるの。長官は違うと思う。何てか取り調べする人こんな格好してないの普通、うん、してないそうだね、もうスーツ、まあいい、おお、行ってくれ。分かった。奴が白状するかどうか、まだ秘密を隠し持ってる。任せろ。奴のこの秘密が、おお、もし分かれば裏のボスを倒すことができる。あいつか。頼んだぞ。分かりました。かかってる。はい。貴様ちゃんと反省してるのか。やってないって言ってるじゃないですか。痴漢を100件もしてやってないって言えるのか。絶対人マジですって。痴漢するような人見ますか。僕はすごい見えるよ。だがな、今回ばかりはしらばっくれていられないぞ。なんでだっていくつか証拠が上がっている。証拠だって。痴漢100件、やってない、セクハラ100件、ちょっとあとその他もろもろ100件。なんですかもろもろ。いろいろ罪を犯してきたな。だが今回証拠が出ました。はい。いや、嘘じゃない。自分で出しちゃったの。自分で出すもんじゃないの。素直なやつになっちゃった。システムに慣れてるから、ね、今日はこれを用意した。嘘発見器だ。前回やった時にちょっとポンコツだったか心配だから。この嘘発見器を使って嘘を見抜く。こちらが質問した答えにイエスかノーのみで答えてもらう。何聞かれたって俺やってないんだからさ、時間の無駄なんじゃないかな。何を笑ってんだお前は。なんだその態度は。いや、だって何もしてないのにこんなことたまんない。今回だ、いろいろな視聴者さんやウームの社員さん、それ以外にも仲間内から全員から中継を取った内容が送られてきている。え、俺社員さんの前でそんなまずいことしたの。じゃあいくつか君に質問しよう。今年の1月の件を覚えてるかな。みんなで温泉に入るのに行った。その時に君はごめんなさい。いや早いか。どうやらその時君はそれまずいっしょ。ゆとりファブそれやめとけ。ようちゃんに対してそれやめとけ。それはやめとけ。どうやらあーそエロい目線で見ているそうだが。それはやめとけ。それはどうなのかね。それはセクハラだわ。なんかもうゆとりファブ上にも影響出てきた。ちょっといいですか、弁解させてください。それあ、弁解があるいいの、いいですか。まずそれね、お風呂みんなで入ってて、うん、まあちょっとそんぐらいで言った方が面白いかなと思って。あ、なるほど。ちょっと面白いと思って、ちょっと誇張して言ったっていうのがあるんですよ。いやちゃん可愛いですよ。その時のほら雰囲気とかあるじゃないですか。それのちょっともうちょっと大きく言ったら面白いんじゃないかなと思って。喋れ喋れって金さんって入るの。あ、いいですか、どっちですか。君はイオちゃんに、うん、エロい目線で見ている。日本語ちょっと違う。日本語おかしいけど。イオちゃんのことエロい目で見てるって言われてないです。よろしい。いや、これは本当にエロい目で見ててほしくない。ジャッジ。なんなら電気来ないだろうし。絶対来ないから。なんなら電気来ないから。絶対来ないから。みんな安心して。イオちゃん見てますか。大丈夫ですよ。ほら、終わった。よかった。よかった。よかった。お兄さん、まだあるんですね。やっぱりまだあるんですね。キョンクマがウームに入ってから、まあ約1年ぐらいだったんですよね。そうですね、ちょうど1年、はい、ちょうど1年前にマネージャーがもうさ、本当にバカなんじゃないか。ついたの覚えてるから。覚えてます、はい。そのマネージャーのことをどうやらエロい目線で見ていたというウームからの噂が入っているが。ウームからの噂が入っているが。そして今年改めてマネージャーがかかった。そしてまた君はそのマネージャーに対してもエロい目線で見ている。はい、裁判長。
サイバーチーフ。確かに、クワ君はマネージャーが変わるたびに違うでしょ、半分以上、恋に落ちてるところがあるんです。恋だって、なわけないじゃないですか。それがジョークか本気かわからないんですけど、そういう発言はいろんな人の前でされてると思います。あー、なるほど。サイバー長、私も聞きました。あら、これどっかで見たら他に聞いた方もいるか。言い過ぎててわかんない。あ、いや、あー、そこまで言ってるとわかんない。わかんない、恥ずかしい。いや、だから運のね、社員さん、皆さんの…ダメ！喋るときは、異議申し立てをして喋るため。異議あり、異議あり、却下！そうなんだ、裁判長だからね。裁判長素敵な方ですよ、それはもちろん。けど、君は V 字のセーターには弱いか。何の話？それはやめろ。何だよ、それはやめろ。V 字のセーターは弱いか。それはやめろ。何その話？いや、あの、風の噂ですよ、これは。どうやら、トムクマが、それやめよ、やっぱ、それやめよ。俺、今後、ウーブ行けなくなるわ。どうやら、その時に、その、セーター、こういう、なんか、V っていう、表現器を。表現器をつけよう。君は、どうやら、その人が一生懸命説明しているところ、どうやら、その、空いている。あの、本当にやばいって、それ。表現気をつけましょうよ。そういうチャンネルじゃねえ。それは本当なのか。あの、本当です。本当です。それはもうそれは電気やる必要ないんじゃないかな。そうね。ないんじゃないか。じゃあ、くまくん、君は、はい、マネージャーが変わるたびにエロい目線を見ている。もう違うだろ。日本語できないやつ。日本語できないやつ。エロい目で見ているね。エロい目を見てどうすんの。エロい目線で見ている。違います。ジャッジ。見てません。素敵な方多いですけど、エロい目で見るとかない、ありません。おら、おーおーおー、ほら、よかった、またリングいける俺。いや、曲はの感じも安心する。安心した。助かるわ、ほんとやめてくれよ、マジで。プライベートマジでないじゃん、もう。なる、私の方が、なん今のことやばい話ではないが。あ、よかった。疲れるわ。健康すぎ。クマちゃん、クマちゃんです。今日はさまざまな罪を犯したが、最近、クマくんは動画でちょっと汚いキャラを装ってる。自分で毛が濃いとかもまあいいよって、さらに俺こういうのパンツ洗わないで履いちゃうなみたいな感じでやってるじゃないですか、自分で。ボンボン、結局自分でなんか汚い雰囲気を最近出されてますね、まさと。そういう部分をちょっと言ってみたら、まあ受けちゃったと思う。まあそうですね。そのままじゃあ汚いキャラの方が受けるんだと思う。自分も汚いんじゃね、受けてるのかもしれませんから。なるほど、ありがたいことに。はい、クマ君は実際汚いキャラなのか、本当に汚いのか、汚いキャラ作ってるのかっていうのが、うん、はい、すごく気になってる視聴者さんやメンバーが餃子屋、まあ、その理由のうちの一つだったが、クマ君はよくティッシュを使わずに指で鼻くそをじってミーティング中にいるらしいから、編集してる時に普通はティッシュ使うよね、みんな。いや、使わない使わない。何やらそのまま指を鼻に突っ込んで鼻くそをじっていってるっていう噂を聞いて。うわ、俺それ見っかってないと思ってた、見っかってないと思ってた、見っかってないと思ってた。やっちゃった、やっちゃった。いや、なんなら、あの、俺は話聞いたのが、あの、子供の頃鼻くそ食べていたって話。そのまあ、あの、素手で鼻くそほじるは、確かにやってます。一回突っ込むんですよ。はい、で、あ、鼻くそ取れるわって思ったら、ティッシュを取ります。で、取るときはティッシュです。変わんねえじゃん。で、鼻くそは食べたの？食べません、食べません。食べたことはある？大昔に一回ね。一回、うん、大昔に一回。それは本当に1回だよ。いや、ごめんなさい、1回じゃないです。ですよね。まあ最近その証拠として、一度素手で鼻くそをほじった時に、その鼻くそを床で拭いていたという。誰が見てるの。それはちょっとさすがに、まあみんなで生活する床だし、やっぱそのまあティッシュもあるのも床につけるのかな。よくないの。これの話なんだが、目撃者がちゃんといて、この目撃者誰だ、出てきた前、誰だ、この情報提供は。来た、誰、あの人、そういうの見てんだな。あ、やばい、来た。スマさんは、転写するとき、まあ椅子にあんま座ったりしないんですよ。
なるほど。床でやってる方が多い。床でやってることが多い。よく見てらっしゃる。こうやってるじゃないですか、いつも。こういう感じで。はい、で、なんか、まあ、ちょいちょい行くんですよ。ちょいちょい行くんですよ。なんか、この手どうすんだろうなって思った時に、なんか、こう、すりつけるよ。なるほど。はい。すいません。ごめんなさい。さあ、しかしも、カール熊くんはほじった鼻くそ床につけている兄さんもそんなことしてません嘘だよ、嘘嘘嘘嘘、あのつけてるほしくないとかどうだよなおぉなんかよかったな壊れてる壊れ終わったな、これやろうはい貴様の勝利ははい追って行う正義に戻ってほしいはい大事だありがとうございましたなんだ、もしもし、うん、新たな容疑者、まさか、そんな、あいつがやるわけないじゃないか、あいつがそんな、あいつがそんな裏切るはずない、嘘だろ、ざまみろ、裏切るはずないんだ、あいつが、おい、出てくる、出てくる、戻ってくる、お前の席あっちで。今まで長く一緒に仕事した2年半ぐらいいや、ダンス人生をしたらもっとだおそうだな長い付き合いだな長い付き合いだよ覚悟決まりすぎてるな模擬情報とか予測、憶測その辺の話だったらエイジ君は、まあ、動画に出演する頻度がだいぶ減ってきたよねその中で、まあ、エイジ君が、まあ、1回やめて戻ってきて、はい、まあ仕事をやりながらやったから出演の頻度が少ないそうね、多分確かにエイジ君がよくかくれんぼや鬼ごっこや動画をやってる時に、うん、結構な確率で頭をぶつけたり角にぶつかったりよくするんですよ動画見るともしかして、まあ、90% 以上の確率でわざとやってるんじゃないかわざとやってるんですかわざとやってるんじゃないかっていう話がそれを先に、まあ、思いついて見つけた人物がいるんだがってわけだろただの自分だと思われる人物だなおいお前のことやるわ落ち着け落ち着けないあいつ落ち着けないこれはだなあのよくかくれんぼや鬼ごっこの編集が結構な確率でチェル君がやる割合が多いなるほどそこで、まあ、チェル君が、まあ、一回僕を呼び出して今日見てと、まあ、僕を呼び出して、まあ、どうしたどうしたって言ったらエイジが頭をガツガツぶつけていてって言うとシーンがあるんだけどそこ見てチェルがキレてたんですよキレてたこいつわざとやってるよなわらみたいな感じでキレてたんですよまあでもそういう風に見えたんでねで、まあ、僕もまあ何個か編集してそれっぽいのがやっぱあるんだよねもしかしたらということをまあ確認したくてまあこれでも疑いかかってるだけで嘘かもしれないそうわざとじゃないわざとじゃない動画で頭をぶつけたり角にぶつかったり痛いって言ったりしてるのが、90% 以上、いや、100回中100回ぐらい、わざとである。イエス・オー。そんなことは、ありません。来いや、ほら。まあ、これ一回じゃ俺らどっちでもいい。わーよかった、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 よかった。だけだったのなるほど落ち着かったなに後でやられるなるほど、エイジケンもどうしたもう一度さえ言ってるから誰だ次エイジケンもはい動画をやってる上で覚悟必要すぎなんだもう率直にさーっと聞かせてもらったらまあエイジ面白いことするじゃないその時によく笑ってる人物って誰クモだよねクマ君はエイジ君よく笑いますねその時にエイジ君ちょっと嫌そうな時あるじゃないですかクマがエイジを笑ってる時って違いますよ多分違いますよ半分以上もっていう話が出てて落ち着けキモ大犯罪者がいる勝ちやろめっちゃ叩かれたのねちょっと待ってやばいよ座れ家の中を歩き回るなどあのハゲと言っていましたハゲてねえよどうしようもないな